モゴと申します。今回、ウを使っていくんですけれども、もうちょっと一風違った形で使っていこうかなと思っております。はい。まあ、こいつは特製ウのミサイルによって、波乗り用はダイビングを撃った後に、まあ、なんかを加えて、それをこけされたら跳ね返すっていう技なんですけども、まあ、詳しくはちょっと外部に書いておくわ。で、構築が波乗りで忘れ来られる跳ね休め。これもう耐久ですね。はい。こいつね、結構特殊耐久が高い。ですよ。で、耐久しまくって、このウノミサイルの発動回数を増やせば強いんじゃないかと思って今回作ってみました。まあ、なんかたまたま捕まえた野生のウウがね、穏やかで、なんか耐久ってどうなんやろみたいな感じで思って、しかも、見てこれ。はい。ゴリゴリに無理やりレベル100にして、なんかもう金のお金、独自上げてます。はい。まあ、全然ワンチャンあるんじゃないかなっていう。まあ、ちょっと電気タイプが4倍で特殊受けっていうのがね、そのやっぱマンタインっていう、その、同じタイプでさらに特防が高いポケモンが環境にいない中で、まあ、ウーの独自のね、その特性を生かしてね、このタイプと耐久力で、まあ、耐久いけんのかというのは、ちょっと今回検証していこうかなと思っております。はい。いきますか。はい、マッチングしました。リンゴテトさんよろしくお願いします。あ、なんかいいパーティーじゃないですか、相手の方。サマヨールが、まあ、奇跡持ってるでしょうね。で、ウインディ、カビゴン、ガラルマタドカス、サーライト、そしてニンフィアじゃなくて、なんだっけ、エルフンだね。これ、マジで、もう初手からもう、ぶつけちゃって、いや、じゃないな。初手、エルフン読みで、ニンフィア。で、裏に入れて、氷っぽ。こいつで、物理とかはもう全部ワンパンしていく。ウインディ、まあ、主にウインディ、カビゴンですね。その辺はもう全部、氷っぽで、じっくりと見つめていくんで。あーって思ってた、ちょっとサナイとか一番辛いやつ来たな。てか一番微妙なやつ。反応に困るやつというか、受けるとか受けないとかじゃなくて、向こうが。そしてしっかりとお見通しで、精霊プレートを見通されていく。これアクリルっちゃっていいよね、別にもうめんどくさいから。うん。あー、鳥パか。だと、多分ね、これカビゴンが出てくる可能性が高いのかな。あ、多分ここ交換しよう。カビゴンかな。氷っぽい変えよう。変える。違う、呪い？なんか体調が取ってないで。あー、お気に上げか。それマジでめんどくせえ。それガチでめんどくせえやつだ。いや、でもちょっと待って、腹太鼓って、確か、6段階上げる技じゃなくて、12段階上げる。だから、あれだ。石炭の蒸気機関と同じだはずだから別にいいんだ。これいいんだ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。うん。置き土産食らっても腹太鼓すればパワー満タンになるはず。だから実質12段階上昇するっていう。まあ、カビゴンだよね。うん。ちょっと待って、一応見ていい？これ氷っぽ見て、2段階下がってるでしょ。で、ここで俺が腹太鼓をかましていく。だからカビゴンがね、先生やっぱ、なんだこの腹太鼓。いや、でも相手が罪なんであれば、こっちがアイスフェイスがある分かなり得。しかもこれ俺ダイマックス切っていくから。オッケー、しかも相手熱い脂肪じゃなかった。いや、これはでかい。これはでかいよ。いや、確かこれ、腹太鼓の使用って6段階上げるとかじゃないはずなんで、パワー全開になるって言うでしょ。マックスになるんですよ、これ。マックスに。置き土産に強い氷っぽが誕生したな、今の瞬間に。いや、多分そうだよね、だって。いるよ。ダイマックスダイアイス。あー、向こうも巨大再生かな、これ。さあ、ダイマックスバトル、どっちが制すか、やってろじゃねえか。まあ、これ明らかに俺が有利だと思うよ。ダイボールもあるから、どっかダイボール挟んで俺が上で取れるような状況を作っちゃえば、多分もうカビゴンとてね、相当削ると思う。ただやっぱ最近この氷っぽ使ってて思うのが、ちょっと火力不足が懸念されてるっていうかさ、やっぱ攻撃にかなり触れてないから、巨大腹太鼓しても割とね、耐えられるんだよね。まあ、言うて、ま、巨大アイスの、大アイスの火力はえげつないんで、ここは向こうの方が早いから、向こうの技を一発、顔面で受けてからの大アイスになるんで、かなりいい状況は作れてるわ、これ。さあ、巨大再生、50% でフラノミを回収していく。うわ、顔が吹っ飛んじゃった。しっかりアイスウェイスで受けて、え？何今、なんかバグった今。え、なんかバグったけど大丈夫だよね、これ。で、相手が 50% 引いてない。おっしゃ、入った、だいぶ入った。ここで、ちょっと待ってね。これ、ちょっと待ってよ。ここのターンって、ちょっと待ってな。次でトリックルームって終わりなんだっけ？次の次まであるんだっけ？いや、次で多分終わるよな。これ、だから大ウォールか。あ、ここで大ウォールっすね。はい、大ウォールしときます。で、ダイアイスすれば次俺が先行取れるから。そしたらもうカビゴン、死に格なんで。
これはかなり好立法決まっちゃったかな。正直この状況の好立法はね、本当にもう手のつけようのない悪ガキなんで、これあ、ごめん、あの大サイコ打っとけばよかった。一応まあいっか、別に大アイスで。あ、なるほど、相手も一応大ボール挟んでおいてターンをしっかり枯らしていくスタイルか。まあここは相手大ボール主力だもんな。まあ主力とは言わないけど、一応交換とか考えると、まあここはかなりカビ、まあ結局つららばりで、もうどの道ワンパンだと思います、ここは。うん、つららばり2発で。裏何ですかね、サーナイトとかかな。あ、ついよ、マジで。いや、あのサザンドラ入れてるから、サーナイトのてか、そのフェアリーの選出はかなり可能性としては高いと思うんだけど、どうやろう。あー、やっぱそうだよね、サーナイト、よし。まあ、これはサーナイト多分抜かれてるし、多分コーリッポこれ耐えねえんじゃないか。いや、耐える、サーナイトの一撃耐えたら、きゃまあそこは俺さ、違うんだよ、ウで受けてやろうと思ったのに、出番なくて終わっちゃったわ。はい、ありがとうございました。セジュンさんです、よろしくお願いします。ブリモン、ドサイドンで、多分このラインでトリックルームを形成してるんじゃないかなと。で、ウオノラゴン、コータス、そしてしっかりとリザードンからの、トリゾンか。初手ブリモンから来んのかな。どうだろう、コータスかブリモンかで、選出が実質2枚割れたのと同然なので、どうしよっかな。コータス来そうじゃない、相手。ルンフィア、てかもういきなりからウッウ立てるか。ちょっともうコータスピンポ読みでウッウ立てるわ。ウッウ立てて、で、もしトリプだった場合に、バンバドロで受けるって戦術を取っていく。ブリムオン、そうだね、ドサイドンを、相手が特殊一辺倒だったらバンバドロ機能しないんだけどな。でもって感じか。ニーフィアもウオナゴン首取られちゃう。いや、これ難しいんですね。いや、ホーリップタム入れた方がいいって、これは。これはブリムオンだ。うん、ブリムオン来たか、そっちのプランかってことは、裏とサイドンか、これ。まあでも、まあいいや。いい。これがこれでいい。これがこれでいい。これがこれでいい。ドアスレ打ちます。ドアスレ打って、ひたすら、てか、別にドサイドンだったら、タイプ的に有利だから、これ。うん。もうひたすら、もう、で耐える。ここは。あー、トリックルームめんどくさいの来ちゃってる。ドサイドン来るよな。波乗り打つか。波乗り打って一応加えとこう、手札に。マジカルフレーバー特殊下げる感じか。いや、まあでも意味ないっすから。はい、全然効かない。てか、もうなんならもうこれでターンひたすらもう稼いだしてもいい。これでひたすらターン稼いでいいと思うわ。だからドサイドンってことは、第6区出た時にその砂嵐の影響でがっつりとたあのこらえる感じするか、そこだけ注意だな。だってこれもう波乗りがむずいな、これ。波乗り入れんならいいのか、とりあえず。うん、で、これ多分相手側もね、これ、殴りにくいと思うんで、うん。はい。で、これ、毎回のように、これ、カウンターで4分の1削っていくっていう、毎回のように、ね。いや、これ、良くない？この、ウノミサイルのさ、起動回数を増やす、単純に耐久することによって。普通の、だと、まあ、良くて、その、試合にまあ2回ぐらい発動すればいい方じゃないですか。そこをこのウは、耐久にす、独自することによって、何発も起動できるっていう。で、相手は殴らない限りは、倒せないから結局ウを。はい。で、お前気がついた時にはトリックルーム終わってんだぞ。はい、波乗りで縛いていく。まあでも結局次のドサイドンでワンパンされるよな。嘘マジでリザードンいんのこれ。ドサイドンじゃないんだ。ブリーモン単体ってこと。サザンドラ警戒か。わけわからん。全くもってわけがわからん状況になってる。いや、これ波乗り打ちます。いや、でもこれ相手ってか積んでるよ、ウーで。ちょっと待って、お前マジか。コータスにダイマックスってマジで言ってんの。なんか持ってんのかな。ダイストーンエッジとか持ってるのか。もしかしてコータスがこれアタッカーっていう偽造。うわ、偽造っぽいな。ただ多分ダイソーゲーム言ったら特殊でしょ。ちょっと待って、相手ウが突破できないんだけど。
しかもこれを食らうたびに相手はウノミサイルでダメージをべっこり受けてしまうっていう。いやーでも海外勢らしいねこの発想はね。もう明らかになってコータスが起動で裏にリザードンっていうそういうプランかと思ったもん。あ、なんだ、なんか姿変わる時の演出がうまくバグったな。なんか今日バグ多くね妙に。いや相手これ多分特殊一辺倒で来ちゃってるとしたらもう相当きついぞこれ。多分裏もリザ裏が裏リザードンだからもうどうしようもなかったんじゃない。ありがとうございました。はい、マッチングしました。トサキンドさんよろしくお願いします。ランタン、ツボツボ、ギガイアス、ランクルス、ヌメルゴン、そしてグソクムシ連れてますね。グソクムシは初手で来そうじゃない、さすがに。グソクムシは氷っぽで完封する感じでいくわ。で、特殊来たらウッウで、後から、まあしっかり受けていく。で、何気にね、ギガイアスはかなり警戒しなきゃいけないから、ギガイアスケアでちょっとバンボドロを入れておく。ギガイアスが初手から来ちゃいました。嫌な予感がしっかり立っていくが、ここは俺はこう一方採用しているので、これはちょっと待って、これ普通にやっぱ特殊受けが裏に控えてるこう一方って強いな。特殊ガンガン来ていいよみたいな感じで、で腹太鼓積む、もちろんこれは、はい、腹太鼓当然積みます。当然ここは腹太鼓積みます。ギガイアスってさ、俺さ見たことないけど、なんかトリックルームの裏に隠れてなんかもう弱点保険で暴れるぐらいのイメージしかないんだけど、なんかあんのこいつって。だそういうには初手からランクルスが出てこなかったの謎に引っかかるんだよな。あ、やば、あごめんなさい、あすいません、なんかこれ多分ね大サイコからかな、大サイコとか多分ね。まあギガイスのロックブラストもちろん2発で終わったら大したことなくて済むねんけど、まあ下手に4発当たると、まあこいつ攻撃力主導口めちゃ高い上に抜群になっちゃうから、多分裸の状態だと普通に死ぬから、一応ダイマ切っておきます。ダイマなら、あーえごめんこれやったら、あでもギガイスって特性あれか砂嵐か、あだったらダイアイスの方が良かったっすね。まあ一応ダイアイス後で皮戻せるかなと思って、まあ、結局ここルックブラストだとあんまり意味ないのかな。それやばいわ、そんなに効くか、急所でしょ、しかもしかも。控えめに言ってやばいが、ここはもうちょっとウウに頑張ってもらおう。ウウで波乗りでこれギガイアスを起点にできるのがでかい。ちょっとここはもうギガイアスで波乗りで倒しちゃって、これ落ちるよな、さすがにな、落ちんとかないよなこれ、落ちるよな、 OK。 岩タイプ怖いね、なんか耐えおるから、そんな話だと。いやまあ大丈夫大丈夫、こっから相手が例えばもう手持ち全部なんかラングルスとかやったら多分突破できずに終わります。まあでもサタンとかいるから普通にグソクムシおるんやろな。でもグソクムシの戦争だったら全部のウウになんかあんまり効かないんちゃうか。ランタン、うわちょっと待って、これちょっと先手待てここ焦る時じゃない、ド忘れ打つ、一回ド忘れ打つ、ド忘れで10万ボルト俺耐えると思う、ランタンの。それちょっとさすがに調子こいてるか、何倍やもんな。ドアスレすることによって、要は10万ボルトが2倍になるってことよ。多分耐えると思うね、これ。マジで？ランタンが、これやっぱ多分、穏やかの独房特化とか、そういう系なんか。あ同じタイプや。あ、ってことや、これ圧倒的俺有利や。圧倒的には有利。しかもね、これおもろいのが、羽休めすることによって、でももう一発ドラスイッチ、羽休めすることによって、弱点が、これ電気がだから2倍になるから、さらにさっきのね、半分ぐらいのダメージで済むっていう、ちょっと砂嵐がこれ、鬱陶しいんで、早く終わってほしいんですけど、急所だけが怖いよな、こういう場合な。いや、全然効かん、全然効かん。ちょっとマイが怖い。波乗りやな。波乗りどうか。うん。波乗り間に合う、これ。全然、間に合ってる。ここ、こっから波乗り打てんねんけど、俺。
普通に上から波乗り部出んねんけど、だちょっとお互いが持ち物食べ残しってなんか演出がなかったらしくて、ちょっとこれ DOD される可能性があるんで、もう波乗りちょっとバチコリ打っていきましょうか。でランタンはまあまあまあ貯水もおるけど、まあ、基本的に蓄電以外考えられないんで、ここもランタンに水を打つっていうのは抵抗なしにいっていいと思います。はい、 OK。 さあぼっしりとここは伏せていく。電気タイプってさ、麻痺しないんだっけ、そもそも。いやーこれ急所怖えな、これいつか急所当たるんじゃないかっていう恐怖と戦いながら、ただ相手は殴るしかないから、ひたすらにこのウッを殴り続けて、そのたんびにこのウノミサイルのカウンター食らい続けるっていう。そうだね、ちょっとこれ次がさすがに怪しいから、まあ羽休めしよっか。羽休めして、まあてかもう一回パスド忘れでもいいけどな。一応羽休めなら急所でも耐えるんじゃ、いや耐えないか。ちょっと待ってね、待ってね、ちょっと冷静になるよ。まあここも羽休めでいいでしょう。羽休め、波乗り、宇野ミサイル、そのもうループでそのループでええんじゃんこれ。あ、やべ、そのやけど狙ってきたか。いやそれ相手いいタグだね。もう電気に頼るよりかは。そしてなんで一発でいくって、俺ほんまに毎回一発でやけど引いてる気がする。ひどくねえか、さすがに。これマジ急所がいつ飛んでくるかわからんのが怖いよな。これ裏がバンマドロやんな俺な。だからちょっとさすがにここでもうランタンはどうにかしないと。波乗り打ちます。波乗り打ってウノミサイル復活。打った段階での残り体力、自分のを参照して、差しかますかピカチュウどっちか加えるっていう。 HP 残り、あー当たった。まあこれはでもしゃあないこのな、急所とかいう要素は。でも一応最後っぺでこれが当たるのがでかいね、一応ね。はい、相手もう防御カタカタなってるから、まあちょっと今のはなしょうがないけど、まああとはランタンの熱湯を、ちょっと待って、ラスエージ何なんだろう相手。一回眠るやった方がいいか。いや意味ねえか、ちょっと待って。ヌメルゴンとかやったらマジでウッウで勝てたけどな。ボディプレイでいいっすかね。うん、まあこれはまあ多分半分ぐらいになると思うよ。ランタンの火力ないから全然 OK。 やけどすんなよマジで。何この技、相手の防御が下がってるから、ここはしっかりと、まあ、ボディープレスの、使用なんか前回かなんかで感じがしてて、やけどでも威力下がらんと思ってたけど、普通に下がるらしいんですけど、今のはウッウのウノミサイルが、うわ、マジでかー。これウッウで完封できてたな。ヌメルゴンだったら特殊やろ、大体。これはさすがに向こうの特殊だと耐えない。まあ、ちょっと惜しかったね。あれ耐えた、んこいつね、物理、あれ物理か、ヌメルゴン。おあれ物理な、物理やったらこれ多分買ったぞ。え、だって今のダメージ量完全に物理やんな。諦めかけたその時。ヌメルゴン何これ、それか両刀かやな。え、じゃあ僕もダイモ切ります。あ、すいません、なんかあれダイマックスできないぞ。ん、あ、ごめん、ダイマックスしたんだった僕ダイマックスしたんでした、ダイマックスしたんやったわ、忘れてた。これダイドラグーンで、いや、いいんだ、エーサーガンのは。いや、これどっちだ、特殊か、なんか別にさっきとダメージ量変わってない気もすんねんな、これどっちだと思う、これ。そうか、俺1ターン目に氷っぽでダイマックスしたんだった。眠るはでも打ってないかな、やとはいえ、ちょっとこれわかんねえ、どっちだ。もうボディプレイ連打でいっか、もう。いや、あ、やっぱこれ特殊ですか、特殊だ、特殊や。なんか普通に耐えたんや、ジャパンモードが。じゃあ眠る打った方が良かったかな今のところ。
眠る打った方がよかったな。まあ、で、最後多分流星群やろ。まあでも結局眠る打っても3発殴られるし、さすがにバンバドロ終わってたんきつかった。あ、竜の波動か。竜の波動やったら多分これ3発で。眠るで。耐えたんかな。いや、これちょっと今の100だったかもしれないな。はい、ありがとうございました。さあ、マッチコンショー、カスオさんお願いします。エーフィー、ドゲキス、ドラパルド、パルシェン、怪力、そしてメタモンということでございます。怪力、メタモンってなんか俺みたいな選手じゃないって。ただちょっとドラパルドとかちょっと怖いので、どうしようかな。初手何が一番安定するかっていう話をした時に、これやっぱニービアがめちゃめちゃ安定なのね。で、ううういっちゃってメタモンでコピられて困るやつって誰だろうな。コーリッポとかは結構困るんで、どうすっかな。あ、てかバンバドロ、怪力にバンバドロ当て、ぶち当ててやるか。さまちゃん、うわ。初手に怪力ってお前やる気まんまやけど、俺ニービアなんで、怪力がね、これ S に振ってる場合だと、ちょっと、いやこれね、お前多分ね、直帰とか持ってったら普通に耐えられて、カウンター食らうから、で、ニーフィアってね、ドラパルド倒すために傷つけられたくないんですよ。なので、ちょっとここは、冷静にバンバドロに変えていこう。バンバドロなら絶対怪力に負けへんから。何その技。ロックブラスト？マジでストレッチじゃないんだ。へぇー、まあでも確かにロックブラストの方が、メリットがある場合もあるけどね。ミミッキとか、身代わり持ちとかにね。ただ、こういう場合には、恐ろしく、効かない。まあ一応ここ、自腹打っときます。はい。怪力変えなかったらもう終わりですね。あー、わー、なるほど、混乱か。これ 30% 超えくぐれば俺の、じゃあ、あれノーガード怪力当たるっていう。いけ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 。あ、いた。さよなら怪力。君のことは決して忘れない。ここ地割れ読みだと思うけどな、相手な。ロマンで走ったんかな。ああ、なるほど。メタモンでコピルって感じか。そうっすね。このメタモン結構やだな、実は。裏何がいるんだろうな。まあ正直、バンマドロの役割はもうほぼないと思っていて、ここはもう地割れをひたすら、連打する。ええー、お前マジ特製ノーガード引き継いでやがる、こいつ。このメタモン。ちょっと待って。特製。いや、でもちょっと待てよ。だったら、まあ、撃ち落とすされたら痛い。いや、でも待てよ。バンバドロってさ、そもそもバンバドロっていうか、ここ、メタモンってスカーフだから、ここは地割れで固定させて、ういっちゃっていいんじゃないかな。で、別に仮になんか無理やりダイマックスを切ってきたら、もうそれそれでもこっち有利なんで、明らかに。ダイマックス、ダイロック、いやでも出す一発耐えると思うけどな。あー、お前ゴリ押しにも程があるやろ、その使い方。ちょっとおとなしく変えとけや、裏のポケモンに。波乗り打つことによって宇野ミサイルをチャージするんで、もちろんダイマックスポケモンに、まあね、宇野ミサイル入るからね、これ当然。まあ、ダイロック、しかもこのダイロックの威力めっちゃ低いはずだから、多分これ一発耐えるんちゃうか。耐えないんだ。マジで。ちょっとさすがに引いたわ。それはさすがに引いた。で、宇野ミサイル、こっち当てておくと。サガンマが防御だからな、裏のポケモンとあまりシナジーがないっていうのはちょっと痛いか。ミニフィアに変えて、そうか、ダイロックででも落ちちゃうんだ。ちょっとそれは、勉強した。ダイマックス切って、ダイ、アタックかな。普通にダイアースとかされてもきついからね。オッケー、これダイフィアリーで、まあ多分倒しきれないと思うけど、次で落とせるから、俺はダイマックスターンを一旦持った状態で後続のポケモンを迎えられるから、まあさすがにこれ負けることはないと思うんだよな。ダイアース入るけど、まあさすがに。でも言うてバンバドロ火力やっぱ高いな。まあ、でも俺のバンバドロなぜか意地っ張りやからな。なのに意地っ張りにしてるという良くないところがこれ出てしまってる。なるほど、大ボールか。まあそれは賢いな。まあそれはまあそらそうやろな。
空台を入れるやろな、空。空入れるわ。空入れる。で、ってことはラスイチ勝負か。これラストのポケモンが、ちょっとしょうもないやつだったら、嫌やな。パルシェンとかだったら普通になんかもう、つららばれとかでご利用されそう。天候を変えるべきやったか。あー、もう。キスかー。負けっすねー。ちょっと相手が、相手のゴリ押しダイマックスのタイミングで俺はニーフィアに交換でもよかったかもしれん。ひょっとするとちょっとあそこ焦ったな。相手さすがに交換ねえだろうと思っちゃったけど、ダイマ切るよな、そらな。はい、ありがとうございました。ん？耐えた耐えたのにいるんだ、もう。何や